大人のハーフ流出。今日はねまた番外編なんですけど、ちょっと前の話になるんですけど、ツイッターの DM にこんな内容が届きまして、じゃん。サブちゃんの動画になるんですけど、結構前のサブちゃんの動画に、マキちゃんがゲームセンターソナ連れて行って、そのゲームのなんか景品を使って、僕にいたずらするみたいな、まあドッキリじゃないですけど、いたずら動画みたいなのをマキちゃんが作ってたんですけど、その中で、パパの、まあ腰ですよね。後ろの腰あたりに、あ、後ろの腰？前に腰はないな。え、あるか？お腹？わからないですけど、後ろの腰のあたりに、まあ、タトゥーが見えてますよっていう内容なんですね。で、まあ、なんでこんな随分前の話を今するかっていうと、まあ、最近テレビとかでもちょっとね、話題になってますよね、タトゥーについて。うん。で、まあ、その時の動画、見えてるシーンがこちらなんですけど。うん。この部分ですよね。うん。まあ、僕のタトゥーについて、まあ、しっかりと包み隠さず、うん、正直に答えたいなと思うんですけど、まあその時に着てた服装とちょっと全く一緒の服装にチェンジします。しょ、おーしょ、おー、いて、あれ、マキちゃん。まあこんな服装で、まあ上は私服の T シャツで下はパジャマを着て、まあ寝てたんですね。で、問題のシーン、まあ、ここなんですけど、まあ本当に包み隠さず言おうと思います。まあ実は、ここに、パパのここにババパパのパンツがあるんです。ババパパのパンツなんですよ、これ。あの、タトゥーでも何でもないんですよ。入ってないんです、私。裏地がそう見えたのかな。この裏地がそう見えたのかな。うん、なのでババパパのパンツですまあなんか、こう履きながらね、パンツ見せちゃうとちょっと下品なので、ちょっともう一回着替えようか。よいしょ、よいしょーっと。そう、多分ね、このね、バーバパパの、ここが映ってて、これが、タトゥーに見えたのかな？ T シャツの、この裏地がそういう風に、こうなってたんですけど、そういう風に見えちゃったのかな？まあ、ちなみに全身、どこにも、僕はタトゥーは入っていません。まあまあ、せっかくなんでね、そういう今、話題になってるタトゥーの話でも、よいしょ。興味ない人はね、全然、消してもらっていいんですけど、まあ個人的には別にタトゥー入れてる人がどうとか、別に入れてなかったらかっこ悪いとか、入れてたらかっこいいとか、そんなの一切何も思わなくて、別にそれを見てね、自分が迷惑かかるとかそういうものではないと思ってるので、全然個人の自由だと僕は思っていて、それに対して他人がとやかくね言うことでもないかなと僕は思います。まあ僕は入ってないのは、ちょっと病気とかすごい怖いタイプなので、まあ、癌になった時の MRI できないとか、そういうのが怖くて、うん、そういうなんかね、病気とかね、MRI とか、しっかりこう病気したら治したいタイプ。死ぬまでこう、なんとか生きて生きてっていうタイプなので、まあ、たまたま入ってないだけなんですけど、でも全然ね、入ってる人がね、まあ、テレビとかだったら、今、ガーってタトゥー入ってる人は出れないとか、隠さないとダメとかあるみたいなんですけど、まあ、YouTube にはね、タトゥー入っててやってる人もいるでしょうし、まあ、何も知らなかったね、街でこう、タトゥー入ってる人、いっぱい入ってる人、パッと見たら、ちょっと怖いなとか思うかもしれないですけど、まあ中身はいい人もいっぱいいるでしょうし、まあ別に入れてるからかっこいいとかもう思わないですけど、別に入れてるからダメとかやめろよとかダセーなとか、まあ別にそういうのも思わないですね。まあ、服装がみんなバラバラなように、好みもみんなバラバラじゃないですか。まあたまたま僕は入ってないですけど、うん。ということで、まあ DM にいただいてたね、ご丁寧に心配してくださってたんですよ。大丈夫です。バーバパパのパンツと病の裏側が多分そう見えちゃったのかな。汗だくなっちゃった、こんな動画で。ね、入ってる人も見てる中には全然いるでしょうしね。僕の友達がね、動画に出た時に映ってることもあるかもしれないですけど、まあ、このチャンネルで僕がこう思ってるんで、全然分かった上で出してるんで、見ててもし不快だなと思う人は、まあ、なんか、映った瞬間消してもらったりして、なんか対処してもらえたら嬉しいかなと思います。はい。っていう動画でした。すいません、なんか僕だけの動画。じゃあちゃんと次の動画からまた明るく、明るく。まあ別に暗くないんですけど、ソナちゃんと一緒にまたやっていきたいと思います。はい、ということで、またねー、バイバイ。